俳優の梶田トーマさんが今月16日に急逝したことが27日分かった。この日、梶田さんのインスタグラムで所属事務所が発表した。22歳だった。発表では2022年9月16日梶田トーマが急逝いたしました。応援してくださったファンの皆様、お世話になった関係者の皆様にこのようなご報告を差し上げることは大変残念でなりません。ご遺族の意向により通夜並びに葬儀につきましては近親者のみにて執り行いましたと報告。未だご親族もスタッフも悲しみの渦中におります。マスコミの皆様におかれましては、ご親族の深い悲しみにご配慮いただきますよう切にお願い申し上げます。ここに心から哀悼の意を表するとともに慎んでお知らせ申し上げますとした。梶田さんは18年にアベマの恋愛リアリティショー番組恋する週末ホームステイに出演し、共演したモデル青木彩花23とともに名の梶として人気に。青木と20年11月に結婚を発表し、昨年4月には第一子となる長女も誕生。亡くなる3日前の13日にはインスタグラムで、最近はうちのちびちゃんがアンパンマンにどハマりしてます、僕もアンパンマンまともに見るの初めてだったんですけど面白いですねと綴るなど、家族の仲睦まじさを感じさせる投稿もしていた。番組名は正しくは恋するハートマーク週末ホームステイ。